プラシド・エンリケ・ポランコは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。1991年に、サントドミンゴのサンタクララ高校を16歳で卒業。所属していた、リトルリーグのチームで監督をしていた、マニーモタが、ポランコのために、奨学金の手配を行い、ポランコは、アメリカ合衆国フロリダ州のマイアミデード、ウルフソンタ内に進学。 同州マイアミにあるモタの家で生活する。1994年にドラフト19巡目でセントルイスカージナルスから指名され入団する。1998年7月3日にメジャーデビュー。三振の少ない堅実なバッティングと内外野をこなすユーティリティーさでレギュラーをつかむ。2002年7月29日にスコット・ローレン、ダグ・ニックルとのトレードでバド・スミス。 マイク・ティムリンと共にフィラデルフィア・フィリーズに移籍。移籍後2004年までの3シーズンで打率。294を記録する活躍を見せ、2004年には自己最多の17本塁打を記録。2005年6月8日にウーゲット・ウービナ、ラモン・マルティネスとのトレードでデトロイト・タイガースに移籍する。タイガースで居心地の良さや近いうちに強いチームになる確信を得た、ポランコは8月2日。 翌2006年からの4年総額1840万ドルで契約を延長。9月10日と11日には、球団史上例文以来48年ぶりの2試合連続4アンダーを記録。シーズンを通して膝裏の剣を痛めていたが、フィリーズタイガース通算打率331は両オリーグでデレクリーの338に次ぐ高打率を記録。 2006年開幕前の3月に第1回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。シーズンでは正二類種としてタイガース地区主位に貢献したが8月15日に左肩を脱球してからはチームは失速。9月23日に復帰を果たしチームはワイルドカードでポストシーズン進出。アリーグ優勝決定戦では打率。 529の活躍でシリーズ MVP に選ばれた。ワールドシリーズでは17打数0安打で、チームもカージナルスに1勝4敗で敗退。2007年には個人成績を伸ばし、自己最高となる200安打、打率341失策例を記録、初めて MLB オールスターゲームに選出された上、シーズン終了後には、 シルバースラッカー賞とゴールドグラブ賞を受賞した。2008年は打撃3部門で前年を下回ったが、それでも打率。307.8本塁打、58打点を記録。2009年12月3日、フルスフィラデルフィアフィリーズと3連戦8 0 0万ドルで契約。フィリーズでは3類種として起用された。2010年は打率。298を記録。 2011年は2度目のオールスター出場と3度目のゴールドグラブ賞受賞を果たした。2012年は自己最低の打撃成績に終わった。10月29日に FA となった。2012年12月20日にマイアミ・マーリンズと契約。2013年10月31日に FA となった。2014年から未所属のまま迎えた2016年に 現役引退を決意。ランディウルフと共に、フルスフィリーズを最終所属として、現役引退することが8月8日に、フィリーズより発表された。バットコントロールの良さは2番打者としては、理想的で、滅多に三振をしない。三振率では2006年から2008年まで3年連続で、リーグ1位となっており、通算でも14.2打数に1回の割合でしか、三振していない。 また流し打ちも巧みで、300を超える打率を残せる技術を持ち合わせている。守備は堅実。2006年7月1日のパイレーツ戦でに、失策してから2008年4月8日のレッドソックス戦で悪送球を犯すまで、186試合911、守備機会連続無失策という記録を打ち立てた。これは共に、 ルイス・カスティーヨが保持していた143試合647守備機会連続無失策という二類種としてのメジャー記録を更新している。またプラスマイナスシステムという指標でもこの3シーズン通算でポランコが残した数字はメジャー4位タイのプラス29つまりこの期間の平均的にルイッシュより29個多くアウトを稼いだという結果が出ている。ありがとうございます。